栃木県警察は栃木県が設置した警察組織である。栃木県内を管轄区域とし栃木県警と略称する。栃木県公安委員会の管理を受けるが、給与支払い者は栃木県知事である。警察庁関東管区警察局の監督を受ける。本部所在地は宇都宮市花和田1丁目1番20号。警察学校警察署数は19。 警察車両のナンバー値名表記は、足利、麻生、下津賀地域の一部が、栃木、那須地域が、那須。それ以外の地域は、宇都宮となる。警察署長の階級は、宇都宮中央は、警視制、それ以外が警視である。警察官数は3264名。ここでは、栃木県警が管轄した事件で冤罪が確定した、事件を掲載する。 NSX のパトロールカー、東北自動車道が開通した当時、高速取締り用パトロールカーとして、フォードマスタングマッハ1を導入した。その車は、鹿沼市にある運転免許センターに展示されてある。このパトカーについては、黎明期の、こちら、葛飾区亀有公園前発出所で、交通課の冬本巡査が、栃木県警の知り合いから借りてきたという設定で、 東京都内で運転して登場。なおその話では、最後で、両津が運転して、亀有公園前仮発出所に突っ込んで、バラック建ての仮発出所を全開させている。1990年代には、栃木県に研究所があるホンダからの寄贈で、NSX を導入したこともある。2007年には、日産自動車から地元栃木工場で製造された、Z33 型、バージョン。 ニスモのパトカーが寄贈されている。栃木県内のイベント等に栃木県警察が参加する場合、Z と NSX が一緒に展示公開されることが多く、県外外から見に来るファンが多い。他にも、2018年には会社役員の中村和夫氏から GT-R のパトカーが寄贈されている。中村氏は2020年にも、レクサスの LC500 のパトカーも寄贈している。 警察制度30周年を記念し制作された楽曲、俺はやるがある。この楽曲は毎週火曜日朝に、庁舎内で流されるほか、主席でも歌われることがあるという。作詞、栃木県警察本部、補作詞、船村通る、荒川敏夫、作曲、船村通る、歌唱は、鳥羽一郎とムーディー松島である。県警の職員語助会である。 栃木県警とも会ではこの曲の題名を冠したオリジナル常駐を販売している。ありがとうございます。